こんにちは、永山です。動画をご覧いただきありがとうございます。こちらの動画では FC2 ブログランキングの登録方法について解説します。よろしくお願いします。こちらの URL は別途載せておきますので、こちらからログインします。まだ FC2 の ID とパスワードを持っている人は新規登録をしてください。では、こちらに登録した際のメールアドレスとパスワードを入力します。私はちょっとツールを使用しますので、若干時間がかかりますが、ご了承ください。ちなみにこちらのツールは、ロボフォームという、ID とパスワードを記録しておくツールになります。で、こちら終わりましたら、ログインを押していただきます。そうすると、このように、あなたのコントロールパネルに入ります。で、こちらから新規登録を押していただくと、登録ができるので、こちらをクリックしていただくと、こちらにブログタイトルと URL、ブログ紹介などを入力していきます。それでは、私のブログを例にちょっと実際にやってみましょう。というわけで、私のブログの、ダッシュボードに行きます。で、こちらのワードプレスの一般からこのように見れますので、こちらからサイトのタイトルですね、こちらをコピーしたものを貼り付けて URL とブログ紹介も同じようにやっていきます。こんな感じでどんどんやっていってください。ブログ紹介の方なんですが、こちらのキャッチフレーズじゃなくて新たに考えてこちらに入力しても構いません。で、こちら終わりましたら今度は、カテゴリーの選択してなかったので、こちらですね。こちらをやっていきます。で、ここでは、簡単にいきますが、例えばライフにして、ここからまた、大カテゴリーの中の、またさらに奥の小カテゴリーってやつを選択していきます。これ順序は構わないので、このような感じで選択していくと、できますので、あとはちょっとポイントの振り分けをやっていただいて、終了となります。ここでは 100% にします。で、入力内容を確認していただくと、このように出てきますので、OK ならこちら登録をしてください。で、こちらが登録されたものなので、今度その登録するためのバナーを、ブログに貼り付けるバナーを、こちらから選択します。でここ押していただいて、下にドラッグしていただくと、このようにバナー出てきますので、こちらのタグを、ブログに貼り付けるわけですが、どれでもあなたの好きなもので構わないので、どれか選択していただきます。こちらを貼って、僕はこちらを選択します。で、こちら、コピーしていただいて、ブログに行くと、こちらからウィジェットを選択していただくと、貼れるのですが、で、こちら、このウィジェットのところからですね、テキストっていうものを選択していただいて、貼り付けたい場所にそのテキストをドラッグ&ドロップで動かしていきます。こんな感じですね。で、ここで話すと、テキストの新しいウィンドウ出てきますので、こちらの先ほどコピーしたタグを貼り付けていきます。で、これこのままだとどうなっているのかよくわからないので、実際にブログの貼り付け前と貼り付け後をちょっと見ていただきます。で、新しいウィンドウにちょっと私のブログのトップページを出します。で、今現在、ここ何もない状態なんですが、この YouTube チャンネルの下に貼ろうと思いますので、元に戻ります。で、こちら先ほど貼ったものですね。で、ここタイトルは入れても入れなくても構いません。あなたのご自由にしていただくといいと思いますので、貼り付けが終わりましたら、保存を押してください。で、ここ閉じていただいて、ブログ行ってみましょう。で、ここ、反映させるのに、先ほどの
あれを押すとこのように反映されてますので、手軽にできますので、ぜひやってみてください。ありがとうございました。